してくれる読書会ということだったんですけど、僕らのグループではこの本を使ってですね、著者の目の前で著者の本を使って自分たち独自の理論をぶち上げるということをやりまして、謎のコーピングダイエットから生まれた SM 理論を作ったんですけど、結果的にギャグみたいな感じだったのが、グループの皆さんの力を借りることでセルフコントロール&マネジメント理論っていうものが出来上がりまして、まあ、遊ぶようにやってもちゃんと読書会だとちゃんとまとまって、気づきが得られるのかなっていうふうに思いました。楽しい読書会になりました。ありがとうございます。